こんちくわ。あなたの隣人、ゆっくり霊夢よ。うふ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。今日の私、どうかしら？どう？どうとは？どういうことだ？まあいつも通りあれだな。やばいな。やばいほど魅力的ってことね。うっふふふふ。安定のやばさだな。突然どうしたんだ？なんでそんなくるくる回ってるんだ？ついに、行かれたのか？違うわよ。私のこの衣装、やっぱり魅力的だと思わない？やっぱり時代は巫女よね。やっぱ巫女。巫女だな。やっぱり筋肉だなみたいに言うなよ。脳筋いや、脳巫女か？まあ頭しかないから筋肉はつけようがないが。何言ってるのよ。表情筋をバカにしないでよ。いや、バカにはしてないが。顔面筋と呼ばれる表情筋は、とっても複雑な収縮運動で顔面の表情を作るのよ。顔面。大体は皮膚に付着している皮筋なの。メインの表情筋はまず眼輪筋。眼輪筋っていう目の周りを囲むようについている、目の開閉時に使われる筋肉とか、胸筋っていう上下の顎の関節から口角までついてる、口角を上げる働きのある筋肉、それから、ちょっと待ってくれ。なんで俺は顔の筋肉について霊夢に聞かされているんだ？それは、私の魅力を引き出す、筋肉についてよく理解してないみたいだからしょうがないわよ。やっぱ筋肉よ。あとはこの巫女の衣装ね。どんな男も一発で落ちるわよ。いや、その鍛え上げられた表情筋を見れば裸足で逃げ出すだろ。半間裕次郎の背中涙な。そんなに私の表情筋、魅力的かしら？ああ、まさに鬼の顔だ。震え上がるぜ。まあ巫女の衣装はお前の通常運営だからいいが。セーラームーンの日のレイちゃんとか、うるせえ奴らの桜先生とか、やっぱ巫女は魅力的よね。ちなみに私もランキングだと、大体上位だからね。ってことは、霊夢に魅力があるのではなく、巫女という存在に魅力がある、そういうことだな。もしくはその衣装にってことだな。何言ってるのマリサ。巫女は女子の憧れの職業として、全人類に認知されているのよ。まったく。無知は罪ね。誰情報だよ。まあいい。確かに巫女さんはかっこいいよな。凛としていて、神聖な場所と相まって。ただどこかの鶴瓶落としが来ていると、巫女の衣装も台無しだな。まさにコスプレって感じだ。しかも顔だけだから、巫女の衣装要素はゼロだし。は？よく考えたら今の私、巫女成分、限りなくゼロだったわ。ぐぬぬぬぬぬぬ。仕方ないな。それじゃ巫女の衣装にまつわる、卑劣な事件を今日は紹介してやるぜ。なんでそうなるのよ。この事件は巫女に列上を催した、卑劣な侵食による事件だ。しかもその結末と現在を知ると、胸クソ間違いなしなんだぜ。巫女絡みで胸クソとは。許せないわ。首、家、月に代わってお仕置きよ。いろいろ間違ってるな。火星に代わって石棺じゃないのか？まあいいが。それじゃ解説していこう。みんなも、それではゆっくりしていってね。この事件は名門と言われる神社で起きた。神社の名は比叡神社。江戸城で有名な太田道館が、その築城にあたり川越より神様にお越しいただいたそうだ。場所は東京都千代田区永田町2丁目にあり、港区赤坂地区の北東に隣接し、通称赤坂比叡神社と呼ばれることもある。それじゃ、500年ぐらいの歴史があるのね。ああ、有名なのは江戸三大祭りの一つ、三能祭りが行われることかな。あと国宝の刀剣、立ち名乗り胸があるぞ。刀剣乱舞好きなら知ってそうね。刀剣女子って今、流行ってるんでしょ？今流行ってる。ちょっと遅くないか？まあいい。この刀は後鳥羽上皇の刀匠の作、刀自体は徳川綱吉の持ち物だったというものだ。なんだか歴史が重いわね。由緒正しい神社なのね。でもそんな神社で、どんな事件が起きたの？事件が起きたのは2008年6月13日。その事件というのは、神職に巫女が襲われるという、おぞましいものだった。ちょっと、どういうことなの？神聖な神社でなんちゅうことを。まったくだ。だがこの事件の特殊性はその立件までの遅さ、犯人が未だに侵食を続けている、こういった部分なんだ。犯人がまだ侵食を続けてる？今も赤坂比叡神社にいるってこと？いやそうではない。そのあたりも含め、事件について見ていこう。まずは発生までの経緯と被害者についてだ。この比叡神社は江戸三大祭りの筆頭であり、さらに京都の祇園祭り、大阪の天神祭りとともに日本三大祭りの一つとされる、三能祭りを行っている。これはこの比叡神社の社格や伝統を表しているとも言えるんだ。歴史と重みがあるのね。でもそんな神社で巫女さんがって。そうだな。ちなみに事件が起きた6月13日は例祭の中でも華やかな、神幸祭の日だった。これは各年、
つまり1年おきに行われる比叡神社の大切な、最も大きなイベントと言っていいものなんだ。この神幸祭は、普段多くの人々や車が行き交う東京都心を、300メートルもの祭礼行列が練り歩くという、見応えのあるものだ。ぐぬぬぬぬぬ。なかなかやるわね。うちの神社とは大違いね。張り合おうとするなよ。まあこの比叡神社の神幸祭についてどれぐらい大規模か、そしてどれぐらい重要かを知っておくと事件への見方も変わるだろうから、お祭りについても解説しておこう。ぬぅ？強大な神社、お祭りってことね。まあ、とりあえず話すぞ。この神幸祭は江戸時代から続く祭礼行列で、御法蓮と呼ばれる神輿が2基やってくる。これにはそれぞれ、祀られている神様が乗っているんだぜ。か、神様。偉い人、ええ？神様だから。偉い。何？何パニクってるんだ霊夢。お前巫女だろ。おごそかにお迎えすればいいだろ。一期目は一宮、これに乗っているのは死神であらせられる、大山杭の神だ。この神様は日本神話に出てくる、大きな山に杭を打つ神とされている。これは大きな山の所有者の神を意味していて、山の床主の神であり、農耕も司っているんだ。そして続く二期目には、愛伝神であるイザナミの神。国たちの神、たらしな勝彦の御子と、この山中が上座されているぜ。は、ははあ。突然ひれ伏すな。ビビるだろ。っていうか、急に自分の設定を思い出した感じだな。私は、巫女です。偽物では、ありません。動揺がすごいな。まあ生草坊主ならぬ生草巫女だしな。土手の野草食ってるし酒も飲み放題だから、緊張するのも無理はない。飲み放題？ダメよ。もんじゃやん。お前ちょっと黙ってろ。っていうかこの辺りの内容、本当はお前が解説しろよ。まったく。そして神様に続いて宮神輿が一気やってくる。これは三の宮とされている。昭和40年に奉納され昭和60年に改修、これ以降に行列に加わったそうだ。そしてここからは出汁だ。全部で6基あるんだが、それぞれ言われや特徴がある。興味のある人はぜひ調べてみてくれ。私の許可なく、視聴者さんを訓練しないように。なんでそんな許可がいるんだよ。むちゃくちゃだな。そして神幸祭ではこれらの神輿や出汁、王朝装束を身にまとった氏子たちが、総勢500人で回ることになる。それはまさに現代の王朝絵巻とも呼べるような、素晴らしいものなんだ。そうなのね。ちょっと悔しいわね。ちなみにどれぐらいの距離を回るの？正確にはわからないが時間だと、朝8時頃に出て神社には午後5時頃に帰ってくることになる。皇居の周りをはじめ、首相官邸前や皇居坂下門、銀座中央通りなどを回る。お祭りとはいえこれだけ都心を回るのはすごいな。ありがたみがすごいわね。凄まじいパワーを持った神様に違いないわ。霊夢、感じるのか？そのパワーを。いえ、よくわかんないけど。なんかすごそうね。お前のコメント全くダメだな。やっぱ偽物や、生臭み子はダメだな。私は。とりあえず霊夢は置いといて。それじゃそろそろ事件の内容について触れていこう。この事件は先に述べた通り、神幸祭の日に起きた。この日赤坂比叡神社では神幸祭が終わった後、慰労会が行われることになった。そしてここでまず問題が起きる。慰労会で問題ってことは、まさか女体盛り？お前は、その発想もうみこじゃない。ただのエロ親父、ノーパンしゃぶしゃぶ接待の大倉省役人と同じだぞ。ノーパンしゃぶしゃぶって、ノーブレスオブリージュに似てるわね。つまり私は高貴なエリート。違う。いや違わないな。この慰労会でアルバイトの巫女だった被害者は、今で言うアルハラに遭うんだ。バルハラ？アルハラだアルハラ。アルコールハラスメントつまり、飲酒にまつわる人権侵害ってことだ。定義としては1、飲酒の強要、2、一気飲ませ、3、意図的な酔いつぶし、4、飲めない人への配慮を欠くこと。そして5、酔った上での迷惑行為だ。ちょっと。5番目、ちょっと心当たりが。よかったな。心当たりがあって。病識があれば治療は可能だ。今後やめろよ。はい。酔っ払ってサトちゃんとカペコちゃん、カーネルサンダース役イダオレ太郎と一緒に帰ってくるのは絶対にやめろ。次はない。わかったわよ。それで、被害者の巫女さんはどれをされたの？アルハラってのはどれをされたからってことじゃないぞ。ただ少なくとも1と3、4はあった可能性があると思われる。ってことは飲酒の強要、意図的な酔いつぶし。まあこの二つで4の、飲めない人への配慮を欠くってのは間違いないわよね。実は被害者の巫女さんはお酒に弱く、本人もそのことを知っていたため、できるだけ飲まないようにしようとしていた。だが当時の時代背景もあって被害者の巫女さんは、返杯するべし、と教わっていたそうだ。いやいやいや、飲めない人に飲ませるなんてダメでしょ。
そんななら私が代わりに飲んであげるわ。お前、嫌な巫女だな。打ち上げには絶対に呼ばれないやつだな。だが彼女は霊夢と違い酒も弱く真面目だった。そのため返杯も断れず、勧められるまま飲まされた。そして結果的にかなり酔ってしまったようだ。返杯ねえ。あれ、飲めない人には最悪の仕組みよね。杯に注がれた酒を飲み干して、相手に返し酒を注ぎ返すって。結構古いマナーというか。そうだな。霊夢はもうやってないよな。ええ。私は最先端のアルコールマナーを学んでいるからね。アルマナの霊夢って呼ばれてるわ。アル中の霊夢の間違いだろ。そもそも酔って知らない人、いや人形と帰ってくる時点でヤバい人だぜ。あ、あれは、心の友よ。酒も人形も。ジャイアンかよ。まあ返杯については、未だに高知とかで根強く残っているような話を聞くが、本当だろうか。高知ってベクハイが有名よね。おかめ、ひょっとこ、天狗の杯があって、それぞれ飲み干さないといけないってやつ。お前詳しいな。まあさすがに冷え神社が、そんなものは使ってないと思うが。でも2008年ぐらいだと、まだまだ飲み会でおっさんがブイブイ言わしてた頃よね。そうだ。それだけに被害者は断れなかっただろう。そもそもこういった歴史ある神社の氏子衆、しかもその祭りの打ち上げとなれば、年配の男性も多いだろう。確かに。そういったお歴歴が若い巫女さんにお酒をついで、飲め飲め。って言えば、言ったおっさんには悪気はなくても、ほぼ強制よね。今ならすぐ録画して通報できるし証拠もすぐ取れるし、周りも逃がしてくれたりするけど。あと今は世間様の目もあるから、そういう不埒な人たちはだいぶ減ったけどね。まあ15年前なら、まだまだこういう問題はゴロゴロ転がっていただろう。そして結果的にこの巫女さんは泥酔状態になり、周囲の同僚がわかるぐらい具合が悪くなったんだ。かわいそうね。相当ヤバい状態じゃない。もっと周りが気にしてあげないと。早く逃げることはできなかったのかしら？彼女は巫女に憧れてこの仕事をしていたそうだ。それだけに自分に課せられた仕事として、一生懸命頑張っていたんだろう。真面目な性格の彼女は責任感からお酒を断って、逃げることはできなかったんだ。しかもこの飲酒を勧めていたのは彼女の上司であるゴンネギ、H だった。うわぁ。アルハラ&パワハラじゃない。ダメな上司ね、私とは大違いね。霊夢は誰の常識取りなんだ？まさか俺の。まさか、な。まあこの外れ上司はこの巫女さんに、無理してでも酒を飲め。返杯しろって言ってたそうだ。いや、直属の上司の指示があったら、断れないわよね。だがさすがにヤバい状態になったため、彼女は女子の産老室に移動した。この産老室は女性の更衣室として使われており、男子禁制とされていた。まあ当たり前よね。ところがやっと落ち着ける、そう思っていた巫女さんに、ここで恐ろしいことが起きるんだ。え？やっとアルハラから解放されたのに？ああ、この男子禁制の部屋にある人物が入ってきた。それは、巫女さんの上司であるゴンネギ、H だった。ここ男子禁制でしょ？ああ、もしかして、さすがに心配になって様子を見に来たとか？いや、残念ながらこの H は、そんな殊勝な人間ではなかった。なんと、具合が悪くて休んでいる巫女さんに襲いかかったんだ。へえ、どんだけ鬼畜なの？ありえないわ。でも周りに人はいるんじゃないの？大声出したら助けてもらえそうじゃない。このゴンネギは相当悪どい男だった。巫女さんを押し倒すと、言うことを聞かないと言いふらしてやると脅し、さらに力ずくで彼女の意志をねじ伏せたんだ。そんな、泥酔状態で具合も悪い巫女さんは、あまりの出来事に大きなショックを受けた。その状態を利用してこの H という男は、自らの目的を果たしたそうだ。そして巫女さんに口止めをして部屋を出て行ったんだ。クズすぎる。こんなのが新刊だなんて。終わってるわね。しかも権力もあるだろうし、それを傘に着てこんなことをするなんて。絶対に許せないわ。まったくだ。とてもじゃないがありえないな。だがこの事件、すぐに明るみに出ることになる。それじゃ、被害者の巫女さんが警察に。事件直後、あまりの衝撃に呆然としていた彼女。そしてそのまま帰ろうとした時に彼女の同期の神職が、そのあまりの様子のおかしさに心配して声をかけてきたんだ。そこで今起こったことを聞き出し、すぐに警察に通報することを諭されて、彼女はなんとか警察に連絡できたんだ。そうよね。女性に対するこういった行為は、魂の殺人って言われるぐらいだもの。しかも顔見知りの上司からそんなことをされるなんて、ショックが大きすぎるわ。ああ、もしこの時この同僚が声をかけてくれなかったら、彼女はどうなっていたかわからない。後に彼女はこの事件の影響で精神的に追い詰められ、自ら命を絶とうとしてしまったこともある。
幸いにも助かったが、それほどの傷を負うことになったんだ。ひどい話ね。でもすぐに犯人が捕まってよかったわね。いや、犯人はすぐに捕まらなかった。犯人が捕まったのは2009年の1月、事件から半年以上経ってからだったんだ。どういうこと？まさか、逃げられたの？それもあるが、この H という男は事件後、実家に逃げ帰っていたようだ。いやいやいや、実家に逃げ帰っても普通に逮捕されるでしょ。どういうこと？この H はゴンネギとして、赤坂比叡神社に仕えていたのは先に述べた通りだ。実は H は福岡にある小丸満神社の跡取りと言われていて、修行も兼ねて比叡神社に来ていたそうだ。さらに H は、結婚もしていたとの情報もあるんだ。結婚？ありえないけどね。それにしても警察はすぐ通報されたのになんで放置したの？こんなの速攻逮捕案件でしょ。ここからはネット上の情報もあるから不正確かもしれない。だがそうに違いないと思わせる内容もあるため、確証はないことを前提に聞いてくれ。通報を受けた警視庁の所轄署は、なぜか容疑者である H を逮捕しなかった。ネットの情報では、比叡神社と地元署の暗黙の工作があったのでは？というものもある。いや、なんでよ。当時の宮司は東京都神社庁長かつ、日本会議代表委員だった。このことから警察や検察の忖度、もしくは工作が行われたとの噂が立った。ある話だと、最初被害者の巫女は警察の聴取でこう言われたそうだ。あんたもあの男が好きで応じたんだろ？だからレイプにはならない。このように警察から誘導を受けたそうだ。なんなの？完全なるセカンドレイプじゃない。ありえないわよ。こういうこともあり、被害女性は人間不信になり自らの命を危険にさらす、未遂事件を起こしたんだ。その後に彼女に寄り添い助けた女性弁護士が、こういった警察、検察の動きに激怒し、やっと真剣に事件として扱われるようになった。このように言われている。もし本当ならむなく外を利用してるわよ。吐きそうだわ。気持ちはわかるがここではやめてくれ。この H って男もひどい、いやありえないけど、警察も検察もなんなのよ。まあネットでの話だから、事実かどうかは不明だ。だがそう思わせるような警察、検察の動きの遅さがあったこともまた事実なんだ。ようやく動いた警察は、事件から6ヶ月以上経った2009年の1月に H を逮捕する。これも検察から指示を受けて逮捕した。とも言われているぜ。ぐぬぬぬぬぬ。こうしてようやく、H は警視庁から東京地方検察庁に書類送検され、その後に強姦罪で起訴されることになった。そして2009年5月19日東京地裁で、H に対し判決が言い渡された。思いっきり重いのでお願いします。判決は求刑5年の懲役に対し、懲役3年の実刑判決。裁判長は判決理由としてこう述べた。上司としての立場に乗じた卑劣な犯行で、女性の精神的衝撃や身体的苦痛は大きく、被害後に女性が自殺を図ろうとした事実もあり、刑事責任は重いとな。求刑が5年って短すぎるんじゃない？休刑するなら、休刑でよかったんじゃないかしら。気持ちはわかるが、現代にはその刑はないだろ。休刑は古代中国から近代中国までが有名な刑だな。男のあれ取っちゃうやつね。もう性犯罪者は全員これでよくない？無茶言うなよ。まあでも一発実刑だし、社会的には死刑に近いわよね。そうじゃなければ絶対許せないわよ。そうか。そんな霊夢に残念なお知らせだ。この H という男、実家の神社で働いているとのお知らせが来てるぞ。嘘でしょ。これもあくまでもネットでの情報だが、H の本名で検索すると未だに動画が出てくるぜ。もし本当ならだが。いやいやいや。納得できないわよ。ありえないわ。噂では、加害者側は示談金として500万円を申し出たそうだ。あくまで噂だが。腐ってるわね。しかもこの男結婚もしてるし、31歳って。もうどうしようもないわね。こんな男がいる神社、絶対に行かないわ。世の中ってのは不公平だな。これだけのことをしでかしておいて、守ってもらえるなんてな。まあ、そんな親や周りがいるからこんな人間になるんだろう。情動に流される特権意識を持ったゴンネギ、いやクソネギにな。霊夢の言う通り、こんな神社に行きたいとは絶対に思わないな。しかも親も似たようなもんだろ。まったくね。そういうことで霊夢ちゃんの神社なら、こういうことないから安心よ。いや、普通こんなことあっちゃダメだろ。神社じゃなくてもな。いやいやいや、そういうことじゃないの。いやそうなんだけど、そうじゃないの。歯切れが悪いな。鈴木正幸さんを見習って、違う、そうじゃないって言えよ。聞いて、マリサ、私の神社はご利益がすごいの。しかもサブスクも福袋もあるのよ。クリスマスもお盆も正月もちゃんとやってるの。
毎月毎月イベントよ。おいおいおい。神社がそんなんでいいのか？毎月イベントって、スマホのゲームかよ。毎月毎月歌いながらいろいろできるの。1月は正月で、酒が飲めるぞー。って感じ。うん、バラクーダさんの、日本全国酒飲み温度だな。本当にお前年いくつだ？ぐ、え、永遠の。17。いや逆だろ逆。71歳なら合点するけどな。そんなにはサバ読んでないわ。もう少し控えめよ。そろそろ訓練された視聴者さんに、お前の実年齢がバレるんじゃないか？相当鍛えられてるからな。大丈夫よ。忖度するよう訓練しているから。お前は今時の政治家かよ。そんなクソに育てた覚えはないぞ。ふふ、私が目指しているのはフィクサーよ。こっそり裏で糸を引いてほくそ M 黒幕なの。その割には目立ちすぎだろ。どちらかといえばまだ俺の方が。なんですって、私の立場を狙っているなんて。マリサは獅子中の虫だったのね。いや、別に狙ってない。みんなあ、みんなの周りにもマリサのように、いつ裏切るか虎視眈々と狙っている隣人がいるかもしれないわ。そうだな。みんなも変な隣人に捕まらないように、十分気をつけてくれ。それじゃ、みんなとまた会う日まで、無事で過ごしていることを祈ってるわ。ああ、この世で最も恐ろしいのは人間だ。鶴瓶落としでも一晩でもない。まああれだ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。鶴瓶落としって、もしかして私のこと？